1位指名は釈迦さんでお願いします。釈迦さんも被ります。人気ですね。取り合いですね。まあ取り合いだろうな。そしてこんにちは、デップと言います。1位指名はですね、京一郎さんでお願いします。ニコ生のポツマッチ時代から大好きです。お1位指名入った。あらあら、すいません。1位指名ですか。第1名はゼロさん。まず一巡デップとデッブってこと。デップとデッブってことね。これ RPR のところで言うと、まずユカ選手を獲得、ユフナチームということになります。なんかバンガロール来た。太陽というところになりますね。太陽さんのチーム取ったか。これ決まったんですかね、太陽さん。彼かなり英語いける口なんで、これ多分天月さんはさらにゼロですか、はい、LGS MVP、はい、どうもー。あ、京ちゃんさんは、はじめまして、デップです。はじめまして、ありがとうございます。よろしくお願いします。え、もうずっとファンで。 ありがとうございます。見てます。いいんですか、こんな最近ドラクエしかやってないんですけど。さっきもドラクエやってましたね、ずっと見てましたよ。あ、すいません、すいません。いや、もうなんかポケモン配信とかでいつも寝落ちさせてもらってました。あー、いやいや、ありがとうございます。いや、嬉しい、マジで。もう一人は、釈迦坊さんって言って、なんかあの、世界大会出てた人なんで、めっちゃ強いんで。いや、なんかもうゴリゴリ最強って言ってたんで、ほんと今日は。最強なんで。大型バスに乗ったつもりで。いや、任せてください、マジで。ほんとに。嬉しい、マジで。いやー、絶対1位指名とかはないだろうなって思ってて、さすがににやけちゃいましたね。1位ですね。ダントツ。もう、今日大一郎さん即座に選びました、僕。即座に。なんかみんななんか、はい。みんななんか、そのグループ A の強い人たちから選んでいくから、うん、違う違うと、自分好きな人とやりたかったんで選んじゃったんで、ありがとうございます。いや、嬉しい、マジで。喋れる機会があるなんて。いやいや、 TikTok で何回か見たことありますわ、デップさんの。あ、自分 TikTok 上げてないっす。いや、多分ね、知らん人が上げてない。知らん人が上げてるやつで多分見たことある。TikTok あるんだ、俺の。そう、いっぱいある。いや、嬉しい、マジで。いや、こっちもずっと言われてたんで、お前今日エイペックさんのにドラクエばっかやってんじゃん。いや、ドラクエしてましたね、ずっと。お疲れ様です。あ、釈迦さん、お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。お願いします。出ました、お願いします。お願いします。お願いします。いやー、行きましょう、行きましょう。何使います。え、京ちゃんさんは、はい、ヒューズかニューキャッスルかブラハとかですよね、多分。そうですね。そうですね。まさに。え、アイアンマンいいですか？アイアンマンがいいですか？いやー、ちょっとアイアンマン行きたいなとは思ってるんですけど。どうします？いや、多分ヒューズか、ニューキャッスルが使いたいですよね、多分、一番。まあ、そうですね、やっぱり。アイアンマン行きます、アイアンマン。いいんですか？ニューキャッスル。アイアンマン行っちゃいますか？あ、じゃあちょっとニューキャッスル。あー、いいですね。じゃあ、釈迦坊さん、悪気、悪？いやー、ちょっとレースで行こうかな。レース行こう、レースいいよ、結構。え、どうしよう、じゃあ。吸引ポイント大事だと思う。ちなみになんかクレーバー使用禁止で、はい、なんか、はいはい、そうなんですよ。京ちゃんさんに持ってもらいたかったんですけど、クレーバー。いやいや、本当に前の知ってるんで。本当にもう、いやいや、俺も前回クレーバーソロで持って、はい、ルール違反したんで。そもそもそれやばいですよ、ソロでルール違反しちゃったら、うんうん、チームの全体のキルポ半減の、ええ、キルしちゃった人に、うん、そのキルポが行くみたいな。いや、もう絶対それもちゃんとするんで、大丈夫です、大丈夫です。今回は。いや、でもありっすね、使ってもいいですよ。いや、そんな、1回の伝説のために。でも、殺さない、当てることもダメなの。でも、使っちゃダメ、もう使用、ダメージを与えた場合っていう、もうペナルティー。そうですね、ダメージ入れちゃったら、ダメージ入れるだけだったら、次の試合、グレネードと、ウルトとアビリティ禁止。えぐ。で、キルしちゃったら、キルポ半、もう全部の試合のキルポ半募集で、キルポ半分。その、キルした人の相手のチームに、全部キルポ分けるみたいな。もうやっちゃったら終わりみたいな。おつやのやつですね、あれ。もう、やっちゃいます。うん。でも逆に敵に、クレーバーがいたら、もうヘルメット取って、棒立ちで打たれる方がいいかもしれない。興奮してクレーバー持ってたら、はい。忘れて。はい。マッチから削除された、カスタムマッチから削除されました。なんか弾かれてる、一生。え、弾かれてる。あ、一生弾かれてる。カスタムマッチ入室できますかって俺一生言われてる。して体重制限、これ体重制限。体重制限あるんですかね、これ。あー、なるほど。
名前が長いからダメってこと？あ、全角文字のみ使用する場合7文字以下。8文字だから8文字アウトっす。8文字アウトだ。アウトかもしれないです。あ、すぐ制限だ。あ、すぐ名前変えてくるね。すぐに了解です。言っときます。もうみんなランドマーク言ってるな。ザ・ウォールでもなんか見る感じないですけど、うん、見てる感じないですね。うん、マイク食べてる今。マイク食べてないですよ。食べてるよ多分今。え、でかくなって食べてないか。そうだね、今多分これぐらいになってたね、今声が。いや、食べてない。食べてない、オッケー。え、大丈夫ですかマイク、ちょっとなんかこのマイク。どこだ、何番だ。あ、入りました。オッケー。京一郎さん待ちです。よし、入った。よっしゃー。え、あ、やばい。デッブになってる。うん、やっぱ。いや、嬉しい。嬉しい、めちゃめちゃ。あれかな、ダブルデップだ。うん。やっぱ、デップとデップで、うん、やっぱ。でも、京一郎さんってわかるかな、みんな。うん。これ。いや、デブいたな、あのチームってなったら、多分いけるかもしれないね、これ。あ、センチネルあるっすよ。勝ちじゃん。勝ってしまったか。これ、聞けよ。はい。え？きょうちゃんのもらう。どのセンチネルでもそうだけど。マジで来た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 。あいつあいつやば。マイケルジャクソンか。126あれ。え？うわーうーわかっける。いや無理だな、バス中だ。ラミルは。これ、キョウタンさん、アマ、あげます。はいよ。待ってください。いいやろ。いいよ、そんなもん。いやいやいや、もう、キョウイチロウさんのためにやってるんで、僕、今、一締めなんで。見せてるね。あ、ここもいる。クラッチしてる。もうラストか。マジ早い。意外に早い。もう終わっちゃうよ。いやー。早い。いや、緊張がようやくほどけて、ちょうどいいぐらいになって、ね、早いね、やっぱり。長すぎでしょ、緊張。いやー、さすがに、ちょっと。僕、中学1年生から見てたんで、きょうちゃんさんの。それは緊張です。iPod から、iPod Touch で見てたんで、ずっと。そんな、そんな。あの、まだ髪の毛がふさふさの、はい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 、きょうちゃんさんの、あの、後ろにワンピースの漫画とか、あった時代ですね、はいはい、見てたんで。もうだって俺はもう、エベ祭り出るけどリーダーはやんないよってずっと言ってるから。こんなの。あ、リーダーやらないですね。リーダーも絶対やんないって言ってるから俺。だからもうだって、ウームのイベントなのに、ウームのクリエイターみんなリーダー断ってるからこれ。あ、断ってるんだ。みんな断ってるよ。で、多分その推しに弱い人たちがみんな多分リーダーやってくれてる。あー、なるほど。俺どっちでもいいですって言っちゃったな。うん。だってもリーダーなんかやった日にはもうお前リーダーなのにいつまでドラクエやってんだって絶対言われるもん。ああ、確かに責任あるっすね。うん、そう。他の一緒にチームになるやつがかわいそうだとか絶対言われるかも。やだやだ。